いや違う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 、ちょっと待って、ちょっと待って待って、昨日と全く始まり方一緒、デジャブデジャブか、全く同じ場所にゴミも散乱してる、全く同じようにゴミも全く同じ幅で散乱してる、昨日僕が全て片付けたはずなのにデジャブか。もう拾ってこ、今日はねもうさっさと拾っていきましょう。もうはい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 、次々にね、もう全部拾ってこう。もうはい、昨日の動画見てない方すいません、昨日も同じ場所から始まって同じようにゴミが落ちてたんでね、僕が拾ってたんですけども、今日ももう拾っていきたいと思います。だからゴミは目合わすなよ、こっち見んなよ、ゴミは目合わすな。もうおい、見たな今、見たなお前、本当に見んなよって言ってんのに、ゴミは僕のことを見んなよって言ってんのに、見たなこいつさっき、しょうがないわ本当に。今日はね、シュプリームの初並び、ウィーク19とかっていうのかな、がリリースされるっていうのと、もしかしたらボックスロゴとかの、ボックスロゴとかのリストックがあるんじゃないかっていうことで、並びに来たわけですけども、今日はヒデさんと待ち合わせしています。何回か僕の動画にも出ていただいてますけども、お前見たな、見てんなさっきからこっちよ、おい。お前は本当に、しょうがない。もう目が合っちゃったらね、しょうがないからもう拾ってくもう。去年1月2日なんかは、シュプリームウィークなんとかのシリーズがなくて、なんか結構リストックがあったとかっていう話だったんですけども、今回はヤンキースとのコラボのリリースがあるっていうことで、ちょっと待って。あそこにゴミ箱あるな。で、っていうか、なんでここ、原宿にこんなゴミ箱、原宿ってゴミ箱すごい置いてくれてるんですよね。なんでそれなのにポイ捨てすんの？こういうポイ捨てしそうな、にもわかるように、もう瓶缶とペットボトルも一緒に捨てていいことになってんねん。もうすごいよ、原宿さん。あとその他だから。もう2種類にしか分けてないね。そのゴミ箱にも対応しない、がおるわ、原宿は。ということで、今日はシュプリームの並びにやっていきたいと思います。僕自身は今回のシリーズではそんなに気になるものはないかなっていう感じなんですけども。あ、でもあれだけちょっと気になりますね。あのブーツ、ティンバーランドとシュプリームと、あとこれヤンキースもトリプルコラボになってるんですかね。でもこれがオンライン限定商品っていうことで、店頭では販売されないみたいなんですね。なのでちょっと残念なんですけども、今日もよろしくお願いします。おはようございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。すいません、遅れました。お願いします。行きましょう。あれ？これ。はい。え？あれ？え？シュプリームって書いてある。これも変えてました。これはサイズ M ですか？これ S です。S？、はい、ああ、ジャストって感じですね。そうですね。S は狙って S なんですか？そうです。前、同じようなヌクシ買った時に、はい、M 買って M 買ったら、はい、でかかった。あ、そうなんですか。それ普通に手動オンラインで。あ、そうです。たまたまリストックで買えて。あ、リストックで？今日はとりあえず原宿並んで、ね、原宿から行って、はい、で渋谷 で、はい、で代官山は行かない。あ、行かなくて。行かないです、はい。あ、次、あっち行かなくちゃいけない。千駄ヶ谷。ああ、そうか、その時間がないかもしれない。ああ、寒い。寒いですね。寒いですね。はい。また、あったかいの。ありがとうございます。はい、すいません、はい。いただきました。昨日すごかったですね。並び、はい。変えたんですよ。最後の番号で当たりってことある、あります？ああ、もうまずないっすね。そうですよね。手書きの34。あれ珍しいですね。何なんですかね、あれ。その場で書いて渡されるっていう、はい、ね。そんなことあるんですね。昨日寝てるんですか？あ、寝てないです。正月はいつもこんな感じです。結構人が多いんですか？多いっすね。初売りの時は、やっぱり。今日新発売以外のものも出るかもしれない。かもしれない。なんかないっていう噂ですけどね。明日じゃないかって言われてます。明日。今日の主な狙いは何なんですか？キャップとグローブですね。キャップっていうのは、ニューエラのキャップと、色とかあるんですか？ベージュが欲しくて。ベージュ。ベージュのニューエラ。そうです。はい。
あと、グローブ。グローブ。黒。海外のサイトだとグローブがすごい早くて。人気があれじゃないんですか？なんか、アウターのなんか、ロゴが書いてある。このアウターが一番人気っていうわけじゃないですか？じゃないと思いますね。全然見てないけど、意外な、手袋ですよね、手袋ですね。それが、ちょっと意外ですけど。手袋が一番人気？多分、寒い冬なんです。これと、はい。ニューエラも、じゃあ普通に被るんですか？被ります、被ります。はい。一人の時は結構被ってます。一人の時は。だから普通に一人の時並びの時は、はい。被ってます。ボックスロゴのパーカーを変えたんですか？変えてます。はい、今回、この無地のものも あったけど、私はこれが欲しかったので。そうなんですね。すごい、でもボックスロゴが普通に買えたんですね。そうです。全部普通にオンラインで買ってるんですね、ヒデさん。代官山が動き出した。動き出してますね。代官山だけ。代官山と渋谷は整理券配り始めた。渋谷で。はい。やっと。原宿も始まった。8時過ぎ。遅いですね。間に合うかな。渋谷が間に合わないかもしれない。あ、本当ですか。もしかしたら終わっちゃうかもしれない。終わっちゃうかも。終わる時あるんで。そんな早く終わっちゃうかもしれないですか。正月わかんないんですよね。早く終わらしちゃう時もあるし。そんな気まぐれなんですか。気まぐれです。すごいですね、数が。はい。めちゃくちゃ人多い。やっと原宿の番号をもらいました。これから、じゃあ渋谷に一応、はい、向かいましょう。この後できたら、アトモスさんのペイズリーダンクの抽選にも行けたらっていう予定なんですけど、ギリギリですね。アトモスは10時ですもんね。はい。すごい。人が切れないから。怖いね。はい。もしかしたら渋谷も締め切っちゃう可能性もある。ありますね。渋谷いつもの場所に人がいない。じゃあまた、また店舗前ですね。店舗前。はじめはいたんですかね。ね、多分朝一はいるはずなんですよね。じゃあ人が少ないからっていうことで、店の方に行ったんですかね。いつもはここですもんね。いないですね。まだ番号は発行されてます。されてます。原宿今436。渋谷が今。渋谷290。はい。代官山今、まだ68。あ、やってます。店頭に人がいますね。います。では、渋谷店で番号をもらっていきましょう。はい。はい。お願いします。では。じゃあ、私は、これから、アトモスの千駄ヶ谷に向かいたいと思います。はい。アキト君は銀座頑張ってください。僕は、じゃあ、銀座の方に行ってきますので。はい。はい、お願いします。すいません。じゃあ、また後ほど。はい。はい。お願いします。じゃあ、はい。ヒデさんと別れ、二人はそれぞれ別々の道へ。声をかけていただいて喜んだのもつかの間。揉める大人。青春オーバーラン、カドッチさんとの出会い。しかし、一人での並びは想像を絶する過酷さだった。そして、まさかの盗撮事件。人数が増えた二日目に、果たして僕たちは希望を手にすることができるのか。次回、絶望の果てに、サービス、サービス。じゃあ、すいません。はい、また。はい。はい。はい、ということで、突然次回予告を挟みましたけども、ここから僕とヒデさんは分かれて、ペイズリーダンク2日目の抽選に挑んでいくわけですけども、ヒデさんはアトモスの千駄ヶ谷店、僕は銀座店へ向かうわけですけども、その様子は次回、ペイズリーダンク並び2日目として投稿しますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。はい。
ペイズリーダンクの2日目を終えて再びここ原宿に戻ってきました。ヒデさんと待ち合わせているのでこれから向かいたいと思います。一番恐れていた状態が並んでる間にシュプリームの方に呼ばれてしまうっていう事態なんですけども、まさにその恐れていた事態が起こってしまいました。抽選がちょうど終わった頃ですかね、僕の番号がちょうど黄色になって呼び出しがかかったのですぐにヒデさんに連絡して状況を伝えたんですけども、ヒデさんが並びに行った千駄ヶ谷店はめちゃくちゃ人が並んでたみたいで、抽選が始まるのも遅くなったらしいんですよね。原宿店も渋谷店も僕は呼ばれていたので、これから急いで向かって間に合うのか、僕は銀座から原宿の方に戻ってくるんで電車と現場に向かうまで30分ぐらいかかってしまうんですけども、ヒデさんは千駄ヶ谷店歩いて10分ぐらいっていうことだったのでどうしたんだろうな。その後ちょっと連絡を取れてないんですけども、ヒデさんが欲しいと言ってたのがビーニーの、ビーニーちゃうわニューエラのキャップベージュとあとグローブっていうことですね。僕は固くなに手袋って言い続けますけど、いくら冬で寒いからってあの手袋が一番人気っていうのが全然わかんないんだよな。まあ、手袋もあっていいっていうのはわかるけど、それが一番人気になるっていうのはちょっとよくわかんないんだよな。流されてない？なんか本当にそう？なんか事前情報で手袋が一番売れてるっていうので日本でもそうなってるっていうだけ説ない？本当にシュプリームの手袋が今回の中で一番欲しいやつ？本当か？なんかどうもわかんないんですよね、僕は。自分では今回のアイテムどれも狙ってないっていうのもあるかもしれないけど、今回リリースする中で一番手袋が欲しい？本当？怪しいわ。では、ヒデさんとはアトモスブルーの近くの喫煙所で待ち合わせていますので、ヒデさんはもういるんでしょうか？明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。お、ホワイト履いてるヒデさんがエレファント。はい。え、そういえば、時間、こんな余裕してていいんですか？あ、とりあえず。え？もう番号が呼ばれて、行ったけど、はい。もう一般入場になってました。え、そんなことあるんですか？うん。え？ありますね。番号があるのに一般入場になるってことあるんですか？はい。だから多分、お目当てのものはもうなくなっちゃってるので。あー、その、目当てのもの何にもなかったんですか？その、最初言ってたベージュのニューエラーとグローブ。グローブはないです。で、はい。買ったのは、ニューエラーのブラックのヤンキース。あー、これは色違いですか？色違いです。あ、はい、そうなんですね。一応まあでも色違いではあったけど、とりあえずまあ。とりあえず買いました。はい。サイズとか あるんですか？あ、サイズも、はい。自分のマイサイズ。L サイズを買いました。特になんかボックスロゴのリストックとかっていうのは何もなく、うん。何もなかった。あ、そうなんですね、はい。今日はなかったんで、はい、また後日あるのかもしれないです。あ、グローブめっちゃ数が少なそう。うん、多分、もうほんと第1、第2グループぐらいで入らないと、買えないぐらいな、元々の数自体が、生産されてる数自体が少ないんじゃないかな。あー。ちょっと残念でした。でもじゃあ、全体的にじゃあ少ないっていう感じなんですか？そうだと思います、はい。そうなんですね。100種類は結構在庫あったみたいですね。あー、まあ、今、ベージュがなくなっちゃったみたいに、色を選ばなければみたいな。今だとブラックとネイビーありましたね。ブラックとネイビーがあって、はい、それ以外はなかったです、ね、あとなんか他に余ってたアイテムとかって、あとはニットニットフスロゴのヤンキースのニットキャップ、ブラックとネイビーバッグにヤンキースのロゴが入ったあの、コートみたいな、あの高いやつ、コートはなかったです、ね、あれももう売り切れ、うん、完売です。そうなんですね。はい、ありがとうございます、はい
ヒデさんと別れ、二人はそれぞれ別々の道へ。声をかけていただいて喜んだのもつかの間、揉める大人、青春オーバーランカドッチさんとの出会い。しかし一人での並びは想像を絶する過酷さだった。そしてまさかの盗撮事件、人数が増えた二日目に、果たして僕たちは希望を手にすることができるのか。次回、絶望の果てに、サービスサービス。一足早くツイッターでは匂わせ投稿してます。リストックなども見つけた時アップしてますので、ぜひフォローしてください。リンクは概要欄です。はい、ということで次回はペイズリーダンク2日目、ヒデさんとアトモス千駄ヶ谷店、銀座店にそれぞれ分かれての挑戦となっています。最後にお会いしたサトヤンさんも千駄ヶ谷店の方にヒデさんと一緒に並んできたということで、あとは当日急に思い立って参加したっていうマコッチさんもいたらしいです。なので千駄ヶ谷店にはヒデさんとサトヤンさん、マコッチさんの3人が並んでたという状況ですね。果たして2日目誰かがゴッテムすることはできているのか。そして今この収録時、すでに1月3日なんですけども、そうペイズリーダンク3日目も参加しています。果たしてどんな奇跡が巻き起こるのか、ぜひチャンネル登録してお待ちください。ということで今日シュプリームは残念ながらヒデさんお目当てのものは買えなかったということだったんですけども、ブラックのニューエラーだけ買うことができたということでした。ありがとうございます。それではまた明日お会いしましょう。手袋欲しいかなぁ。